やあ、せつの気づきだよ。今回は、スプラトゥーン2、使っていく武器が、デュアルスイーパーでいきたいと思います。最近だってようやくさ、このマニューバのぴょんぴょんの動きにさ、メイド M が合うようになってきましたんで。もうね、マニューバ使い始めた頃ってさ、このぴょんぴょんの動きにさ、メイド M が全然当てなかったよな、正直。それがさ、合うようになってから本当にマニューバを使うのが楽しくてしょうがない。どれくらい楽しくてしょうがないかって言ったらさ、マニューバー以外の武器でもさ、このぴょんぴょんをやってしまえる時がある。いざって時に使ってしまう時があるぐらい。さあ、おっしゃー。で、マニューバーの中でも俺が好きなのがデュアルスイーパーです。アップデートで追加され、いつぞやにアップデートで追加された武器やけど、追加された当初はなかなか強い武器やって言われながらも、俺はちょっとマニューバーが苦手っていうこともあって、全然使えてなかったんやけどね。最近になってやっぱこの武器強えわっていう感想がようやく出てきた。何よ、ネット倒した。オッケー。何が強いかって言ったらさ、このデュアルスイーパーはマニューバーにしてさ、マニューバーのこの動きができて機動力が高い。機動力が高いのに射程が長いというね、そういう強みがあります。いけ、よっしゃ、あ、よっしゃよっしゃよっしゃ。やけん敵からの猛攻にちょっとこう移動して耐えることができな、できつつ射程の長いってことでね、射程距離取って戦いたいは当然ないけど、その距離取る手段にこのピュンピュンが使える。今使ったよね。ちょっと追ってくる敵に対してピュンピュンで逃げて距離取ってで反撃したよね。これ、今のも、よっしゃー。こんな感じでピュンピュンで距離を調整した上で戦えるのがデュアルスイーパー。マニューバーの中でも、マニューバーの戦い方なんやけど、デュアルスイーパーは特に射程が長いっていうところが、今の感じ。距離をピュンピュンで取って、得意な距離になってから戦う。こんな感じの武器です。持っていくような。勝ちやすい環境に自分の立ち回りっていうのはそういうもんよな。よし。センサーをつける。敵の場所がわかる。あー、でもダメか。今回は。ちょっと強引にやったらこうなってしまう。やばい。敵の方が塗ってる。いい感じに立ち回れてる気がするのに。試合では勝てないのかなんてね。よっしゃ、プッシュプッシュアイテムこれで、このみんながすごい対処に困っとるさ、プッシュプッシュ、今のさスペシャルやってさ、この武器だったら射程が、うわっ、射程が長い分届くんよな。がやばいぞ。うわー、ダメだこれ。多分こ向こう敵の方が塗っとんだこれ。せっかくいい感じに立ち回れたのに勝てないのか。勝ったわだ。勝てとった。勝てとった。やったよみんな。塗ってるし、キルしてる、9キル、やった。ジミー大西が敵に回っている。敵じゃないわ。まだチーム分けしてないけど敵かわからんけど。ジミー大西、お前もスプラトゥーン2やってるのか。容赦せんぞ。あ、敵になった。ジミー大西、敵になった。ジミー大西、チャージャーか、お前は。よっしゃ、説明戻ろう。今みたいに、プッシュ、プッシュじゃないわ。シュッシュってこの動きでさ、距離をうまく整えて、逃げるにも攻めるにも使えるんが強いな。で、この長い射程で圧倒するのがデュアルスイーパーということで。よろしいですか。あ、味方がやら、ナイス、何がナイスなの、何がナイスなの、味方やられちゃったやん。何がナイスなの。センサー、登ってこんかったな。グレーボンボン投げ込んでくるだけだったな。よっしゃ、溜まってきたんで、よし、使いましょう。この距離だったら詰め寄られることはない。敵動かすんだ、敵を、ね、おっと、ジミー大西だな、あれ。ジミー大西だな、射程長いな、やっぱ、チャージャーは。よっしゃ、センサー。センサーは？あ、センサー、今ついた？今ついた。
あ、センサーついたはいいけど、チャージャー相手はちょっとこの距離は厳しいか。よっしゃ。よっしゃ。やばい。インクがないんじゃ、インクがないんじゃ、インクがないんじゃ。ああ。これだよ。ちょっとジャルスイーパーの弱点。マニューバー全般の話だけどさ、インクがなかったらピュンピュンできんのよな。これシュンシュンって動きできんのよな。でもってさ、サブのあのセンサーを多用するんだったらさ、サブのセンサーが、インクがちょっと消費激しいけんさ、そのインクのあの、管理がちょっとなかなか重要になってくるんよな。ちょっとそこがちょっと、まあ判断力かな。それを補うためにスペシャルは溜まったらすぐに使うぐらいでもいいと思う。俺に関してはもうさ、どこに敵がおるのか見ずにさ、いきなり使うときがあるじゃん。使ってすぐに打つけんな。それぐらいでもいいような気が。押した相手押した。相手インク効率やな。インクはちょっと消費が多いんで、ちょっとインクのあの管理は気をつけましょうってところです。特にサブを使ってインクがだいぶ減ったところで面にこう打つときは特にめっちゃ接近しちゃった。めっちゃ接近しちゃった。ゼロ距離射撃だった今。ゼロ消費、ゼロ距離射撃だった。男のロマンかもしれん。やばい、狙われてる。うわーん、危ない。いや、こっちから来てるな。あ、この距離はダメ。今のはちょっと距離整えてなかった。プロモデル相手にこの距離はダメだろ。どうだ味方。あ、ダメかもしれん。今回はダメかもしれん。あー、ダメだろうなこれは。さすがにそこは勝てよ。よっしゃー、最後の試合はきっちりさ、射程の長さと俊敏さを生かした圧倒的な勝ち方したいな。ところでこのステージ、最近出たアップデートで出たステージやけどさ、このステージって射程長い武器の方が強いよな。そんな気がするよ俺。だからこそのジュアルスイーパー買ってみせよう、この戦い。上を敵が占拠したところセンサーをつける。俺を上後ろからちょっと攻め立てて、そこだー、いけー。よっしゃー、ナイス味方、いい感じです。これは遠くからこれでスペシャルで叩くか。よっしゃー。このボム連打しよう。間にいつもいいかスペミサイルが飛んできたっていう感じやね今。よし、インクを回復させるだろ。ちょっと敵の居場所がおるな、そこそこか。ちょっと敵が後ろの方に下がりきってきてもどうかの意味になっとるな。このまま保持したらちょっとこっちの方が状況有利になる。味方、よいしょー、しゃー、いいね、いい感じに距離取れた。よっしゃ、ここからですね。まだ逆転される可能性は十分にあるんで、これで圧をかけます。左から来るんだったセンサー投げ込みたいが、来るか、来るのか、来るのか、来るのか、来そうだ、来そうだ、来そうだ、爆風がこっちから来た。よっしゃー、あー、届かん。いけー。あー、おらんのかい、もうおらんのかい。どうしよう、どうしよう、どうしよう、おったー、なんか飛び込んできおったー。もう、え、おーし、ナイス味方、いいない味方、味方もやってくれる。よっしょー、突っ込んできすぎ。やっぱ射程の長い武器ってのはいいっすね。おーん、いや味方なんやよ、見たら。今のカーリング味方のやん。よし、センサー、センサーでちょっと近づきたくないよーっていうところをアピール。近づいたらこっちが狙ってるよっていうのをアピール。うん、スペシャルが溜まった剣打ちたいんでちょっと下がって、できれば敵を巻き込む。この3人いけ。よいしょ、センサーを交えて敵がとなかなか進みたくないような状態を作り出す。この敵は
あ、やばいやばい、あーうん、やっちまった、やっちまった、ここでやっちまった、あーもうやばい、やばいぞ、ダメかもしれない、ダメじゃないかもしれない、バドスピアン。うわっ、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 うわー、どうなった、プーンじゃないよ、あーダメか、かー悲しいけど、これが戦いなのよね。